ダグラス・エンゲルバート、ダグラス・エンゲルバート、ダグラス・カール・エンゲルバート、九百二十五年一月三十日から二千十三年七月二日は、アメリカ合衆国の発明家で、初期のコンピュータやインターネットの開発に関与した。特に、SRI ・インターナショナル内のアークで行った、ヒューマン・マシン・インターフェース関連の業績で知られており、そこでマウスを発明し、ハイパーテキストや、 ネットワークコンピュータやグラフィカルユーザーインターフェースの先駆けとなるものを開発した。エンゲルバートはコンピュータとネットワークの開発と仕様が世界の緊急かつ複雑な問題を解決する助けになるという主張をよく言っている。研究室には自身がブートストラッピングストラテジーと名付けた一連の原則を貼っていた。その戦略は研究室での技術革新を加速するよう、 エンゲルバートが設計したものである。1925年1月30日、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにて、カール・ルイス・エンゲルバートとグラビス・シャーロット・アメリアマンソン・エンゲルバートの間に生まれる。父はドイツ人系、母はスウェーデン人とノルウェー人の根血である。3人兄弟の真ん中で、姉のドリアンヌ、3歳年上と弟のデイビッド、 14ヶ月年下がいる。当初ポートランドに住んでいたが、9歳か10歳の頃、父が亡くなり、ポートランド郊外に引っ越した。ポートランドの高校を1942年に卒業。オレゴン州立大学に進学したが、第二次世界大戦末期に徴兵されて、アメリカ海軍に入隊。フィリピンでレーダー技師として2年間働いた。小さな島にある高床式の 小さな弊社で、初めてバネバーブッシュの論文アズウィーメイシンクに触れ、強い衝撃を受けた。戦後オレゴン州立大学に復学し、1948年に電気工学の学士号を得た。オレゴン州立大学ではというフラタニティに属していた。卒業後は、アメリカ航空諮問委員会、中に雇われ、エイムズ研究センターで1951年まで勤務した。 1945年にバネバー・ブッシュのを読んだことで知識を誰でも入手できるようにすることを目標と定めた。戦後になってコンピュータに関する記事などを読み、またレーダー技師としての経験から情報を分析してスクリーンに表示できることを知っていた。彼は知的労働者たちがディスプレイの前に座り、情報の空間を飛び回り、 より強力な方法で重要な問題を解決する集合的知性のような能力を利用できると考えた。エンゲルバートはコンピュータ型になる数値を処理する機械と見なされていた頃に対話型コンピュータを活用して集団的知性の利用を実現することをライフワークと捉えていたのである。そこでカリフォルニア大学バークレー校大学院の電気工学科に進学し、 1953年に修士号、1955年に博士号を取得。バークレーの大学院生時代、カルディックというコンピュータの構築に参加した。大学院での研究からいくつか特許を取得することになった。博士号取得後もバークレーに助教授として1年間泊まったが、そこでは自身のビジョンを実現できないと感じて去ることにした。そして、 ベンチャー企業デジタルテクニクスを創業し、博士課程での記憶装置に関する研究の一部を商業化しようとした。しかし、やはり、ライフワークと決めたビジョンの実現を諦められず、1年でその会社を畳んでいる。1957年、スタンフォード大学と当時関わりが深かった SRI インターナショナル、当時はスタンフォード研究所に雇われた。 当初はの磁気デバイスの研究と、電子部品の小型化の研究を手伝った。SRI で徐々に一ースほどの特許を取得し、バークレー時代の研究に基づいた特許も含まれる。1962年には、長年温めていたビジョンについて、オーグマンティング・ヒューマン・インテレクト、A コンセプチュアルフレームワーク、人類の知性の増強、概念的フレームワークと題したレポートをまとめ、研究を提案した。 この提案により ARPA から予算がつき、作業を開始することになった。新たに ARC を SRI 内に創設し、研究員を集め、オン、ラインシステム、NLS の開発と設計を主導した。ARC では、ビットマップスクリーン、マウス、ハイパーテキスト、グループウェア、先駆的なグラフィカルユーザーインターフェース、GUI などのインターフェース要素を開発した。 彼は1960年代中頃にユーザーインターフェース、UI のアイデアの多くを考案し開発した。その頃、パーソナルコンピュータはもちろんないし、コンピュータは一般の人々には遠い存在で直接使用するなど、ほとんどありえなかったし、ソフトウェアも個々のシステム向けの専用アプリケーションとして書かれることが多かった。1967年、エンゲルバートは、 マウスの特許を申請し、1970年に取得した。マウスが開発されたのは、その数年前で、エンゲルバートのアイデアに基づいてが設計、開発した。その特許では、Y ポジションインディケーター4、A ディスプレイシステム、表示システムのための XY1 指示器とされており、金属ホイールを2つ持つ木製のマウスであった。エンゲルバートによれば、 マウスと名付けられたのは尻尾に相当するコードが、後ろ、というか利用者から見て、手前にあったためだという。また、スクリーン上のカーソルは、バグと呼んでいたが、この用語は定着しなかった。エンゲルバートは、マウスの発明に関して、ロイヤルティを受け取ったことはない。その第一の理由は、特許が1987年に失効したため、パーソナルコンピュータで、 マウスが必須のデバイスとなる前だった点が挙げられる。第二に実際に製品化されたマウスは彼の特許に記載されていたのとは異なる。改良された機構を使用していた。インタビューで彼は SRI はマウスの特許を取らせたがその価値を理解していなかった。後で知ったことだが SRI はアップルに4万ドルかそこらでライセンス提供したんだと証言している。エンゲルバートは 数々の発明品を統合して、1968年12月9日のコンピュータ会議、ホール、ジョイントコンピュータコンファレンスでデモンストレーションを行った。これはアメリカなどではすべてのデモの母と呼ばれている。エンゲルバートの研究開発は ARPA から資金提供されていたため、ARC はインターネットの前身である ARPENET にも関与した。 1969年10月29日午後10時30分、UCRE のデナード・クラインロックの研究室から、最初の ARP ネット上のメッセージが、SRI のエンゲルバートの研究室に送信された。アークに送ろうとしたメッセージは、ロギン、だったが、リットル、等を送ったところで、システムがクラッシュした。したがって、ARP ネット上の最初のメッセージは、実際には、ローである。 1> 約1時間後クラッシュから復旧すると、ロギンというメッセージの送受信に成功した。1969年11月21日には、インターフェースメッセージプロセッサー、IMP が両方のサイトに置かれ、a r p ネ n e t 初の高級的リンクを形成した。1969年12月5日にはさらに、u c r ーという他大学も接続され、4ノードのネットワークになった。 アークは世界初のネットワークインフォメーションセンター、NIC となり、全アーペネットノードの接続を管理することとなった。またアークは初期の RFC のかなりの部分を担っていた。NIC は当初 NLS を使って運営されていたが、エンゲルバートは革新的な研究に集中し続けた。このため NIC 運営と研究の両立が困難となり、NIC は グループとして独立し指揮することになった。科学史の専門家が意味軸も指摘した通り、エンゲルバートを様々な研究開発に向かわせた彼の複雑な個人的哲学は今日の哲学と科学技術の共振化を先取りしていた。バーディニーはエンゲルバートがベンジャミン・ウォーフの言語的相対論に強く影響されていたと指摘する。ウォーフは 言語の宣伝度が思考の宣伝度を左右するとしたが、エンゲルバートは技術のレベルが情報操作能力を左右するとし、技術開発によって我々の能力が向上すると考えた。そこで彼は情報を直接的に操作するコンピュータを使った技術の開発に向かい、同時に個人やグループの知的作業過程を宣伝させる技術にも関心を寄せることとなった。 エンゲルバートの哲学と研究の方向性は自身がバイブルと呼んでいる1962年の研究レポートオーグマンティングヒューマン・インテレクト A コンセプチュアルフレームワークに明確に記述されている。ネットワーク思考の知性という概念に基づいてエンゲルバートは先駆的な業績を残すこととなった。エンゲルバートは様々な災難と誤解のため1976年 ゴロから全く誰からも見向きもされない状態となった。彼の下にいた研究者の一部は、パロアルト研究所へと移っていった。これはエンゲルバートへの不満やコンピュータの未来についての見解の相違などが原因である。エンゲルバートは、タイムシェアリングシステムを利用した、協調型ネットワークが有望だと考えたが、若い研究者たちは、パーソナルコンピュータの可能性を追求したがっていた。 この衝突は技術的なものであると同時に、それぞれの時代背景にも原因がある。エンゲルバートはタイムシェアリングしかなかった時代の人であり、若い研究者は能力や権力の集中が疑問視されていた時代の人間である。そしてパーソナルコンピュータの時代はすぐそこまで迫っていた。バーディニーはエンゲルバートに関する著書の中で1970年代前半に アークの主要研究者らが、いわゆる自己啓発セミナーを受けた点を指摘した。エンゲルバートは、エストの取締役会に名を連ねていた。エストは当初は、良いものと思われたが、アークでは、士気の低下と結束力の低下を招いた。マイケルマンスフィールドによる、研究開発全体への支出制限法案、ベトナム戦争終結、アポロ計画終結といった要因により、 アークへの ARPA や NASA からの資金は減らされた。SRI の経営陣はエンゲルバートのやり方に失望し、アークの残存部分をの人工知能研究部門の廃下とした。ラフイルはアークを社に渡す交渉を行った。エンゲルバートはこの時期に自宅の消失という災難にもあっている。タイムシェール社は NLS とエンゲルバートの研究室を買い取り、 エンゲルバートを含む研究員の大部分を雇い入れた。タイムシェール社は NLS の商用化を考えていた。タイムシェール社は以前からアークと共同研究を行っていてミニコンピュータ上への NLS の移植などをした経験があった。エンゲルバートはタイムシェール社で自分がのけものにされていることに気づいた。タイムシェール社はエンゲルバートのさらなる研究をしたいという要望を無視した。 ティム・シェール社やマクドネルダ・ダグラス社1984年にティム・シェールを買収の経営陣には彼のアイデアに興味を示す者も,もいたが開発のための資金は提供されることはなかった。マクドネルダ・ダグラスでのエンゲルバートの関心は膨大な知識の管理手法と航空宇宙プログラムのライフサイクルに関する IT 要件に集中している。その中でもグローバルな相互運用性とオープン。 ハイパードキアメントシステムの必要性を再認識することになった。エンゲルバートは1986年にマクドネルダグラス社を退社し、商業的プレッシャーから逃れて自身のライフワークを追求しようとした。エンゲルバートは自身の会社ブートストラッペインスティチュートの取締役である。この会社は1988年彼の娘、クリスティーナ・エンゲルバートが設立した。 カリフォルニア州メンローパークにあり、彼の最近の哲学とも言うべき集団的知性の概念を宣伝させることを目的とし、オープンハイパードキュメントシステムズ、s ス OS と呼ばれるものを開発している。2005年、エンゲルバートは米国科学財団からオープンソースプロジェクトハイパースコープへの資金援助を得た。ハイパースコーププロジェクトでは AJAX と DHTML を使用した。 ブラウザ部品を開発し、オーグメントシステムの機能を再現しようとしている。ハイパースコープは、エンゲルバートの目標と研究に基づき、グループウェアとグループサービスの開発により広い、コミュニティが参加するよう計画された過程の最初の段階である。1988年、娘、クリスティーナ・エンゲルバートと共にブートストラッペ、インスティチュートを創業。 1989年から2000年まで、スタンフォード大学で彼のアイデアに基づいたマネジメントセミナーを開催していた。1990年代初めまでは、セミナー参加者も多く、エンゲルバートの哲学に賛同して、協業を申し出る者もおり、非営利団体、ブートストラッペ・アライアンスも創設することになった。イラク侵攻とその後の景気交代で、 パートナー企業からの援助は減ったが、マネジメントセミナーやコンサルティングは小規模に続行された。1990年代中頃にはダーパから新たなユーザーインターフェース開発、ビジュアルオーグタームのための資金提供を獲得し、大規模なジョイントタスクフォースに参加している。1980年代終盤になると、エンゲルバートの業績の独創性と重要性が、 徐々に理解されるようになってきた。1998年、スタンフォードシーコンバレーアーカイブスとは、スタンフォード大学で、エンゲルバート S アンフィニッシュとレボリューションというシンポジウムを開催し、エンゲルバートと彼のアイデアを称えた。これは、1968年のエンゲルバートのデモから30周年を記念したもので、2008年にも40周年を 記念したシンポジウムが開催された。2000年、ボランティアと資金提供者の協力を得てエンゲルバートは、ザンフィニッシュとレボリューション E をスタンフォードで開催した。これは、エンゲルバートコロキアムとも呼ばれ、エンゲルバートの業績とアイデアを多くの人に知らしめるべく文書化、オンライン化することを意図している。2005年、アメリカ国立科学財団は、 エンゲルバートのハイパースコープというオープンソースプロジェクトに資金提供した。2008年、ブートストラッペインスティチュートとブートストラッペアライアンスは合併し、ダグエンゲルバートインスティチュートと解消。エンゲルバートは名誉創設者とされている。運営は娘のクリスティーナ・エンゲルバートが行っている。エンゲルバートの哲学である集団的知性の増強を広める活動を 行っているエンゲルバートはサンタクララ大学の社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会ザ・テクノロジー・センター・オブ・シリコンバレーザ・ハイパー・ワーズ・カンパニー Firefox のアドオンであるを作っている組織の諮問委員を務めている2013年7月2日に人不全のため逝去。エンゲルバートには1997年に死別した妻との間に ゲルダ、ダイアナ、クリスティーナ、ノーマンという4人の子がいる。2008年1月26日に再婚している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。